皆さん、サイムジン、どうも、エオジンです。はい、ということで、前回ね、ナイキのブリーフを介護したんですけれども、それと一緒に入ってた、プーマのね、スイムウェアをちょっと、今回は、配布していこうかなと思っております。はい。これね、4色購入しました。1枚あたりね、2000いくらとかやったかな、そんなにね、高くなかったんで、4色ね、買いに買ってもらいました。で、一番欲しかったのは、この、この色。これと、これね、ちょっと緑がかったブルーみたいな感じなんですけど、もうちょっとね、青っぽい、水色っぽい感じの色があったんですけど、それがもうね、売り切れちゃってて、本当はね、その色欲しかったんですけど、まあ、それに近い色で、これ、ちょっと青っぽい色がね、スイムウェアなんで、欲しいなと思って、これを、が目的で、だったんですけど、他の色もね、まあ、無難な黒とかネイビーとかあってもいいかなとか、赤もやっぱ可愛いなと思って、結局、4色買っちゃったっていう感じですね。4つも買ってもね、こう、履ききれるんかっていう、結局履ききれない可能性が大なんですけど、まあ、前を履きてとりあえず買っといてっていう感じですね。はい。あ、すごいな、これも可愛い。こんな感じで、ハンガーもね、ちゃんと、プーマのハンガーですね。かわいい。なんか、このハンガー捨てるもったいないな。ハンガー、これちょっと置いとこうかな、せっかくし。多分あれかな、ショップとかに並べるときに、このままで、販売されてるような感じなんですかね。うん、かわいい。なんかさらっと開けちゃいましたね。ババババッと、開けていきますね。あ、でね、こうサイズがね、今回バラバラで買いました。在庫とか値段とかの兼ね合いで、S、これ、このグリーンが S で、これが XS。サイズ感がわからなくて、あ、でも、あれやな。XS でもいいか、どっちでもいいか。うん、微妙なところやな。うん。ネイビー。トレースサイズなんですね。あ、そっか、黒が M しかなかったのかな。これ M サイズ。あー、でかいかもな。ちょっと、履けなくはないけど、でかいかも。うん。そうっすね。自分でもね、これ、どれがいいのかちょっと、わからなかったんで、サイズいろいろ買ったんですけど、まあでもどれも履けそうかな。うん、M もでかいっちゃでかいけど、まあ、いっか。じゃあ、とりあえず、これちょっと外そうか。外して。あ、普通にあれか。あ、この方が可愛いな。これちょっと、使えそうやし、置いとこうかな。1色ずつちょっと見ていきましょうか。はい。まずこちらがですね、カラーが書いてるかな？ティールっていうカラーですね。はい。こんな感じです。で、そっか、ここら辺も一応、ブリーフタイプの、はい、スイムウェアってことで。あれやな。やっぱ最近ね、こうリサイクル素材使ってますよ、みたいなのが多いですね。うん。こんな感じで、フロントにね、紐がついてて、まあ、これなかったらただのブリーフみたいに見えるかなっていうようなデザインなんですけど、まあ、これがあることで、水着っぽい感じになってるかなっていう。まあ、だから逆にこれ外しちゃえば、アンダーウェアとして履いてもいいんじゃないかなっていうのもあってっていう感じですね。こんな感じで。で、フロントは、びっくりした。一重かと思った。クロッチ
みたいなのついてないんですけど、同じ素材になってるんですけど、素材はね、二重になってますね。はい。まあ、唯一これぐらいかな、明るい素材。赤もまあ、あれかもしれないですけど、透けるとしたら。まあでもこれ二重やけど、意外と水入ったらちょっと、これね、もし一重やったら結構透けちゃうんかなっていう感じなんですけど。うん。可愛いっすね。はい。と、ネイビー。これネイビーはね、すく水っぽい感じで、いいなっていうカラーですね。ネイビーも S サイズですね。はい。うん。可愛いっすね。これね、シームは、ここに3分の1ぐらいシーム入ってるんで、形、まあ、綺麗に、もっこりしてくれるんじゃないかなって感じですね。あれ？つかさっきの、あんま、あれやな、色があれでわからなかった。プーマがここに入ってますね、マーク。で、こっちも、黒でプーマのマーク入ってましたね。はい。で、ブラック。うん。これね、サイズちょっと大きめやから、アンダーウェアとして履こうかな。スーメアはね、ちょっとピッチリするように作られてるんで、普段履きにすると窮屈だったりするんであれなんですけど、これは、紐ね、抜いちゃって、パンツとして履いてもいいかもっていうデザインですね。うん。はい。これね、もうちょっとなんか主張強くても、いいかなと思ったんですけど、フロントに欲しかったかな、個人的には。ここら辺とかにね、ついてくれてた方が、可愛かったような気もするんですけど。最後、レッド。ちょっとね、オレンジがかったレッドですね。うん。かわいいっすね。うん。これね、まあ、履いた時にもしかしたらこれいい感じに、なんか、いいバランス感。1もなんかすごい端っこすぎる気がするんですけど、履いたらそうでもないんかな。うん。可愛いですね。この色も。はい。じゃあ、全部、ちょっと履いていこうと思います。はい。では、まず、ブラックから履いていこうかな。はい。唯一の M サイズですね。海外の M サイズなんで、まあ、L サイズに当たるサイズなのかなって感じなんですけど、まあ、うん、ちょっと緩いっちゃ緩いけど、ダルダルになるとかは、でいいかな。ああ、全然悪くないかも。まあ、僕は結構ね、最近、体重がね、増えてきてるんで、L サイズでいいぐらいな感じなんだよね。あ、いいじゃないですか。あ、かわいいや。あ、いいっすね。かわいい。あ、で、このロゴの感じもこれぐらいでいいですね。うん。あ、いいや。あ、M でよかったかも。ちょっと XS とかどうなるんかな？きついんかな？あんまりね、ちっちゃいとね、ここがだんだんこう V 感がなくなってきて、こう、スクエアに、ね、なっていっちゃうんで、うん。履いてる感じもね、ゆるーくもないし、そんなに。あ、かわいいや。はい、ということでブラックでございました。次、じゃあだんだんサイズちっちゃくしていこうかな。 S、 どれが S やったっけ。これが1枚でしょうか。あ、これ XS か。 XS、 S、 あ、そっか、赤だけ XS なのか。じゃあ最後に赤履こうかな。じゃあネイビーを、あのね、こうウエストのゴムがかなり伸びる素材なんで、まあまあサイズ落としてもね、履くのは全然大丈夫だと思うんですけど。あ、ネイビーも良さそうですね。はい。あ、いいや。
ああ、いいですね。S でいいかも。M でもいいし、まあ、水着としてしっくりきてるのは、S が一番しっくりきてるかな。うん。かわいいっすね。いいやん。これだから紐がなかったらね、ちょっと、パンツ感が、この人パンツで泳いでるんかなみたいな感じになっちゃいそうな雰囲気もあるんですけど、お紐大事ですね。あ、なんかネイビーよりこっち、同じ S なんですけどね、ちょっと緩く感じる。これもまあ、大きめのサイズ買っちゃったりしても、フィットするような気がしますね、ちゃんと。あ、やっぱこのカラーね、可愛いですね。あ、いいですね。うん。やっぱこのカラーね、プーマのこのマークがね、あんま映えないですね。ちょっとわかりづらいですね。さりげない。うん。可愛い。あ、いいっすね、爽やかで。はい。こちらティールでございました。いや、ちょっとね、水色っぽい色欲しかったんですけどね。もうこれで我慢って感じですね。じゃあラスト、XS ですね。これだけ、レッド。これも履けるはね、全然履けると思うんですけど。窮屈じゃないか、どうかって感じですね。あ、全然窮屈でもないな。あ、全然。窮屈な感じはないですね。ないし、やっぱこうフロントの感じが印象が変わってくるのかな。でもね、そんなにスクエアにもなってないですね。あ、まああれですね、収まりはいいかも。意外とこの XS で、普通にね、この赤が可愛いですね。あ、いや、赤はこれ、後ろのロゴ可愛いですね。うん。あ、いいですね。そうですね。やっぱちょっとずつここの V の感じが浅くなっていってるような感じがしますね。サイズがちっちゃくなるごとに。うん。あ、可愛いや。いいっすね。赤も捨てがたいな。はい、ちょっとね、一回これが XS で、最後にもう一回、ちょっと M を履いときたい。形がどんだけ違うのか。あ、やっぱね、でかい、履いた時の余裕というか、ゆとりが違いますね。あ、やっぱここの感じも違うな。ブリーフっぽくなりますね。そっか。うん。やっぱこいつブリーフ感が、スイムウェアっていうよりもこの、アンダーウェアのブリーフ感が出てますね。これ本当に紐なかったら、ブリーフですね。ブリーフで泳いでるんかなみたいな感じになっちゃいますね。まあ、あえてのそれでもいいとは思うんですけど。あー、やっぱそうやな。アンダーウェア感が出るんかな。うん。ちょっと大きめのね、サイズにすると。でもね、収まりは別に全然悪くないので。あ、でもね、この、なんやろ、肌触りっていうか、質感いいですね。うん。あ、でもこれ、お尻ちょっと余る感あるな。お尻が、黒やから多分ね、目立たないと思うんですけど、ちょっとシワ寄っちゃったりするかな。みたいな感じですね。まあ、僕だから S が一番いいのかな、やっぱり。うん。まあ、でもこれ、一旦のアンダーウェアにしようかな。ぐらい、M だとね、ストレスなく履けそうな感じがしていいですね。はい。ということで、本日はね、プーマのスイムウェアのご紹介でした。これね、日本じゃ売ってないんで、海外のね、サイト、どっかしらで、まあ、取りすぎんでいいと思うんですけど、どっかしらでね、買ってもらわないとって感じなんで、
はい。あ、で、ちなみにドレスインなんですけど、送料がね、結構特殊で、重量に応じて増えてったりとかするのかな。だから、なんか一個追加してた瞬間に急に、送料めちゃくちゃ上がるとか、なんかそういう、境目がすごい難しいんですよ。なんか何段階か送料の段階があって、なんか上がり幅も、ちょっと、何や、曖昧というか、まあ、基準がね、あるんだと思うんですけど、わかりづらいので、はい。まあ、だから僕、今回、とりあえず、なんやろ、そんなに送料かからないぐらいで、ほどほどに、まあ、その中でも頼めるだけ頼むみたいな感じ。3000円ぐらいかな。結局、送料3000円ぐらいやったような気がします。に抑えて。多分ね、あと1個なんか追加しただけで、送料その次は5000円とか、なんかね、変な上がり方してたと思うんですよ。なので、まあ次なんかね、注文するときにまた、これぐらいバーっと買うかなっていう感じもありますね。はい。では、今回は、ブーモンのスイムウェアのご紹介でございました。Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でしましょう。See you next time. Bye.